皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんはと、いろんな時間に、視聴していただきありがとうございます、大村楽器ドラム講師の高橋達也と申します。よろしくお願いいたします。はい、今日は、ドラム、初心者講座ということで今日2回目ですね、2回目の今日はですね、ストロークの種類、こちらの方をやっていきたいというふうに思っております。大雑把に、大体4つございます。それ説明していきたいと思うんですけども、A、B に分けました。で、A はだいたい耳のあたりまでこう振り上げるこのポジションで、 B は太鼓を止めた時ですね。で、これはだいたい卓球玉ぐらいだと思っていただければ、卓球玉がこう乗せた時、なんか、机とかに置いた時の高さ、ボールの高さぐらいをイメージしていただけたらいいかなというふうに思っています。で、A と B というポジションがあります。で、 A のポジションから A のポジションに行く、これですね、こちら、これフルストロークと言います。まあ、フォルテシモっていうか、すごい大きなボリュームで叩く、ダダダダダダってやるやつですね。で、 A から B に、耳の高さから卓球玉の高さに下ろすを、これはダウンストロークと言います。で、そして B のポジションから B のポジションに、まあ、これは割とちっちゃめに叩く感じですね。これをタップストロークと言います。そして、卓球玉の位置から叩いて耳元のフルストロークのポジションまで持っていくのをアップストロークと言います。で、これはあのドラムの、教則本とかに、ね、たまにあの、まあ、この4つの名称が書いてあって、略称が書いてあったりとか、略称が書いてあったりとかするときあります。その時の、略称はだいたい F とか、フルストローク、ダウンストローク、 D、 タップ、 T、 アップストローク、 U、というふうになっていることが多いです。これを参考にしていただいて、いただけたらなと思います。これは結構タップストロークがすごく大変です。ちっちゃな位置からちゃんと、そのポジションに戻してちっちゃく叩かないといけないので、これが一番難しいです。で、これを多く使う場面というのは、アクセント移動だったりとか、こちらの時に多く用います。今日はですね、まずはストロークの種類を、説明したかったので、今日はこの辺にして、次回はですね、アクセント移動、今話してたやつですね、アクセント移動の話をしていけたらなと思っております。それでは今日はこれまでにしたいと思います。それでは次回もよろしくお願いいたします。